はいどうもお疲れ様です。ちょっと大変なことが起きてしまいましたね、仮想通貨の取引所の大手、ビットトレックスがアメリカでの事業を閉鎖するということらしいです。これはね4月1日の記事なんですけども、4月の30日にもう閉鎖するということなんですよね。まあ、このように書かれております。米ビットトレックス規制の不透明さ背景に閉鎖。暗号通貨暗号資産、仮想通貨取引所ビットトレックスは1日、米国の事業を4月30日に閉鎖すると発表した。規制の不透明さを主な理由と挙げているということで、記事がこういうふうにね上がってますね。公式ツイッターからこういうふうになっております。ちょっと翻訳するとね、規制の不確実性が続くため、当社は2023年4月30日をもって米国事業を縮小するという難しい判断を下しました。全ての資金は安全であり、直ちに全額引き出すことができるということなんで、取り付け騒ぎの必要はないということらしいですね。まあシリコンバレーバンクほどのところもね、ああいうふうな破綻劇をする中で、仮想通貨ってのは柔軟性のあるところではあったんですけども、まあそれでもね、どうも規制がどうも不透明さで不透明であると、このまんま事業を続けていって、いつね追及されるかわからないので、もうやめてしまおうかってことなんですよね。まあ暗号通貨市場の縮小を招くようなね、まあそんな規制はどんどん撤廃していただきたいなと思うわけなんですが、このように改めて記事の方では書かれております。CEO がね説明するに、現在のアメリカの規制や経済環境で事業を継続することは採算が合わず不可能だと。規制要件はしばしば不明確で、適切な議論や意見がないまま施行される。その結果、競争環境は公平ではないと。だから何が良くて何が悪いのかで本当分かりにくいということなんですよね。これは日本でも起きていることですけどね。今後ビットトレックスの経営陣はグローバル版ビットトレックスが米国外で成功するために注力する計画だと続けている。まあ、つまりビットトレックスのご利用の、ね、方はね、特に困ることがないよってことです。なおグローバル版ビットトレックスは欧州、カナダ、南米などで運営しており、米国版ビットトレックスの閉鎖はこうしたグローバル版の事業には影響しないということです。まあ、今後の対応もねこの辺に出てますんで、特にユーザーさんにおいては慌てることはなくて、そのまま取引ができるってことなんですが、まあ、アメリカではもう事業しないってことなんですよね。まあでもどっかの国で一つでもやってれば全然構わないってことなんですけどね。まあ翻訳とそれからサービスさえしっかりしておけば、別に米国で事業をやってなくてもその他の国でのサービスを利用しながら取引できますんでね。でコインベースの通知に対しても同じように出てますね。最近では仮想通貨コインベースが3月 SEC から同取引所が証券法に違反している可能性を伝える文書を受け取ったと発表。上場している仮想通貨の一部やステーキングサービスなどが対象に含まれると。でステーキングってのは何かっていうと、一定量の仮想通貨を所定の期間預け入れることで報酬が得られる仕組みやサービスだと。で報酬はブロックチェーンの運営の貢献する対価として受け取ることができると。もういろんなものが、ね、新しすぎて、現在までの古い規制では追いつかないってこと、それがまあ争点なんだと思いますけどもね。一体これからどうなってしまうんでしょうか。それでは。